お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun. はい、レディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市三郷にあります産婦人科アイレディースクリニック提供のもと、お産の素晴らしさをお届けしていく番組となっております。はい、ということで本日もですね、始まりました赤ちゃんいらっしゃいということでですね、今日お送りするのは、FM ギノワンスタッフのサッコがお届けしたいと思います。よろしくお願いします。はい、見ましたか皆さん、あのアイレディースクリニックのね、 RBC さんで、再放送されるされたねものですが、よかったですね。ね、あのアイレディースクリニックに、密着して、テレビ番組やっていたんですが、私もね、見まして、本当になんかお産の現場、人の命を預かる、そして新しいね命を預かっているスタッフさんたち、そして北条先生、本当にね大変なお仕事されているんだなと思いましたね。そしてあの感動がやっぱり多いなというふうに感じましたね。感動が多い職場ってでも本当に素晴らしいですよね。その分の重みもあるとは思いますが、そういう現場をね見れるってすごいいいですね。またあの再放送してほしいですね。はい、ということで今回もですね、ご紹介していろいろね、産声だったり、そして北条先生のインタビューだったりね、ご紹介していきたいと思いますが、この番組ではリスナーの皆様からの、ね、メールやコメントを募集しています。まず FM ギノワンをお聞きの方はメールアドレス 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから簡単に見ることができますので、そちらからもお楽しみください。そして FM 那覇をお聞きの方は FM 那覇のホームページからですね、こちらもメールを簡単に送ることができます。ですのでぜひあの北条先生の質問、そしてお母さんたちに対するコメント、いろいろあると思いますのでぜひ送ってください。はい、ということでそれでは早速このコーナー行ってみましょう。赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市三郷にありますアイレディースクリニック協力のもと、お産の瞬間を、録音して毎週放送するコーナーとなっております。
命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を毎週放送しています。今日は2人のお産の瞬間を放送します。1人目は、久高あかねさん。無事に出産、可愛い産声を聞かせてくれた赤ちゃん。コメントは、パパからです。それではお聞きください。ちょっとお腹起きよ。はい、乗せても痛かった。元気に生まれてきてくれてありがとう。これからも仲良くお願いします。はい、いや、これからも仲良くお願いしますというパパのコメントもね素敵でしたね。いや、頑張って産んだんですね。もう本当に伝わってきますね。赤ちゃんのね、元気な産声も本当にね、聞いていて元気になると思うので、本当におめでとうございます。久高あかねさん、男の子でした。続きましてですね、匿名希望さん、男の子、今回は帝王切開でのお産です。お仕事で立ち会えないパパもテレビ電話で出産を見守っています。院長先生もパパが出産シーンを見て倒れないか心配しているようです。頑張って出産、赤ちゃんを見つめているママの優しい顔が想像できます。それではお聞きください。パパさん一人？今一人ですよ。オーマイガー、大丈夫かな？オーマイガーシーン見て倒れても大丈夫。私、生まれるとき赤ちゃんの方がいいかな。生まれるとき赤ちゃん、あ、赤ちゃん、生まれるとき赤ちゃん見せます。はい、生まれるよ。もうすぐ生まれそうなんですか？もうすぐ生まれます。先生の手元らへん見といてくださいね。はい、そしたらそこから赤ちゃん出てきます。一緒出ておいで。はい、じゃあ頭出ましたよ。頑張るよ。こんなと1回パパにかな。はい、いらっしゃい。パパ見えてるかな？ありがとうね。中に入ってたね。頑張ってました。はい。可愛い。可愛い。パパさん早く会いに来てね。テレビ電話でこの出産に立ち会えなくてもね、テレビ電話で一緒に、頑張るっていいですね。なんかテレビ電話でこの一緒に立ち会うって新しいですね。なんかそういうやり方もあるんだなとすごい思いました。心強いですよね。テレビ電話だとね、あのお互いのね顔も見ながらできますから。北条先生がね、倒れないかなって心配してましたがね、オーマイガーって言ってましたね。わお。いや、でも本当に出てくる瞬間を見るのってドキドキするし本当にいいことですよね。あのお腹の中にね入ってるので、出てくるまで本当に顔がわからないですからね。どっちに似てるかなっていうのって本当に生まれた瞬間にねわかることなので、そういう瞬間に立ち会えるのはすごく、はい、いいと思います。
はい、ありがとうございました。ということで今回は、久高茜さん男の子、そして匿名希望さん男の子の出産でした。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニックではこれからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、または出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。このコーナーはお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニックの提供でお送りいたしました。お届けしているこの番組はアイレディースクリニック赤ちゃんいらっしゃいです。ここでですね、先ほどの、出産のね、命の誕生、赤ちゃんいらっしゃい命の誕生のコーナーにですねメールが来ているので、読ませていただきます。こちら、お久しぶりですね、王者なのパパさんから。さきこさん、おはようございます。王者なのパパです。今日も赤ちゃんの出産の様子を聞いて涙うるうるしているよ。やっぱり産声っていいね。今日は最後まで聞いてるよ。先生のインタビューも楽しみにしています、ということでありがとうございます。いやー、これでも出産の様子聞いてうるうるしない人いないですよね、産声だったりね。いやー、私初めて立ち会いをした出産シーンがですね、犬の出産だったんですけど、すごい感動しましたね。小学校これ3年生ぐらいの時だったんですけど、本当に感動しましたね。犬って最初袋にね入って出てくるんですけど、その袋を犬がお母さん犬が噛みちぎって赤ちゃんを出してあげるっていう感じなんですけど、素晴らしいですね。本当に出産シーン、このまあお母さんの出産だけではなく動物の出産にね、子供も立ち会う機会があれば本当にいいなと思いますね。はい、ということでそれでは早速このコーナー行ってみましょう。教えて北条先生です。このコーナーはアイレディースクリニックの院長北条秀志先生にお産について時には社会的なテーマを取り上げてお話を伺い、沖縄で活躍する女優の上條美紀さんとの対談方式でインタビュー内容を毎週流していくコーナーとなっております。前回に引き続きリスナーさんからの質問にお答えいただいた内容を放送していきます。今回は逆子の治し方についてと、断水になった場合赤ちゃんは大丈夫なのかという質問への回答です。それではお聞きください。北条先生、こんにちは。こんにちは。今日も風船先生と一緒にお届けしていきたいと思います。こんにちは。よろしくお願いします。はい、質問届いてます。 FM 読谷さんに届いたメッセージです。北条先生に聞きたいことがあります。はい、逆子って治し方ってあるんですか？もしあったら教えてください。
うん、逆子体操ね、はい、まあ僕はまだやりますけどね、でもやら効かないからやらないって言い方をする人もいるし、あるいは針で治そうとする人もいるし、逆子をね手でこうぐるっとお医者さんがねお腹の上から回して治すこともある、うん、まあ、でもそれぞれやっぱりね、やっぱりデメリットも危険性も伴うからね、うん、逆子をね悲観しなくてね、まあ、今回は逆子だったけど次は逆子じゃないこともあるしね、まあ、やっぱりまあよく言われるのは逆子に お腹の中じゃ上か下かどうか赤ちゃん分かんないんだから、その場所がね逆子の場所が赤ちゃんが一番お腹でお母さんのお腹で一番痛いポーズなんだよってことね、だからそれを無理やり治すのがいいのかね、まあ、今回は逆子だったねっていうふうに思ってほしいなと、うんね、うん、この先生側からしたら、うん、逆子でも問題はないんですか？うん、まあ逆子は今はもう全部帝王切開になっちゃう基本がね、うん、昔は僕らも逆子は自然分娩させてたけれども、うん、まあ、ちょっと数年前こう、まあね、いろいろ助産院さんとかでねこの逆子で首引っかかって赤ちゃんが亡くなったケースがね連続して、まあ、やっぱり世界的に逆子だったらもう無理をせずに帝王切開しましょうというね、うん、この逆子を自然分娩させるやっぱりこの技術がもう、まあ僕もすごい先輩から教えられたんだけども、うん、できる人が減ってはきてる確かにね、うん、でまあ、ほら急に陣痛進んでさ逆子でもう体足がでかくお尻から出るでしょ、出てるのにさ、いや俺は逆子の自然分娩できないからここから手切開だって言ってもさ大変だよ ね、 そうですね、だからやっぱその技術は伝承していった方がいいと思うから、特に今の若い先生たち多分全然逆子の自然分娩できないと思うから、まあ、勉強はして実践は少しやってみた方がいいような気はしますね。わかりました。はい、もう一つ来てます。はい、先生、はい、もし断水になった時、うん、産婦人科ってどうなるんですか、うん、赤ちゃんって大丈夫ですかという質問来てます、うんうん、そうですね、やっぱまあ備蓄はしてますね、やっぱ、うん、あちょっとね、お水だったりそのあるいはこの何ですか、停電も含めて集中的にね、この階に全部電源を自家製ももちろんあるからね、うん、それのきちんと万が一備えてね、整えてはいますね、うん、でもやっぱり大変だったらしいですよ、あの熊本の震災の時ね、大きな病院であればあるほど要は使う量も半端じゃないしね、そういうね、状況で生まれる赤ちゃんたちって本当にね野戦病院というかね、本当に、少ない光の中でね生まれる、ね、ましては帝王切開なんかなんて大変だと思うよね、本当にね、うん、いざ起きるかね、本当最近地震多いからね、なんか気をつけないといけないし、まあ、断水になった時それぞれやっぱりリスクとして考えて病院はやっぱり対策どこもしてると思います。あ、じゃあ断水の時も、うん、地震の時も、うん、一応安心して大丈夫っていうことですね。そうですね、まあ、最小限のね、うん、やっぱりいざという時は大きな病院に頼らなくちゃいけなくなるけれどもね、うん、そこに行くまでの分は24時間あるいは48時間分はストップできるようにしてます。わかりました、はい、じゃあ今日はこの辺で、先生今日はありがとうございました、はい、ありがとう。風船さん結構大活躍ですね。そうだね、かわいいよね、ずっとキュッ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 を揺らしてますねみんな見てもらいたいな見てもらいたい、ね、かわいいですね、とってもね、ね、本当にエリさんとね、ヘカケンさんと、はい、ケンジさんとね、うん、ご夫婦で頑張ってる方々ね、はい、では今日もありがとうございました、はい、さよなら。はい、ということで、いや、逆子問題って結構ありますよね、この出産今妊娠しているお母さんたちにとってはね。逆子でも昔はね普通に自然分娩で産んでいたっていうことを聞いてすごいびっくりしましたが、そうなんですね。逆子ってね、危ないイメージがあったんですけど、まあ危ないんでしょうけれども、そっか、事故もね結構あったということで、本当にね出てしまっている中帝王切開っていうことはちょっと難しいと思うので、こういうね、継承していってくれれば技術を、本当になんか嬉しいですね。あ、宮さん、
逆子は今は帝王切開なんですねということで、本当にねびっくりしましたね。いやでもあの私の友達も逆子いたんですけど、やっぱりみんな逆子体操してましたね。それであの治ったって言ってたんですけど、いろいろな今はほんのやり方と方法があると思うので、とりあえずねあの病院の先生にと2人であの話をしながらやっていくしかないんでしょうね。わあ。そして貯水、本当にこの洪水問題だったりね、洪水被害災害、そして地震で災害は本当にあの防げない、ね、起こりうるものなので、それに対する備えが一番大事なんでしょうね。最近もあの震災災害の、ね、ニュースでよくあの産婦人科さんがニュースに取り上げられることが多いと思うんですけど、すごい中でね出産したんだなと本当に思いますね。わあ大変です、本当に大変だと思います。はい、いや北条先生ね今日も本当にありがとうございました。風船先生も良かったですね。はい、ということで、じゃあ以上、このコーナーはおしまいですね。教えて北条先生のコーナーでした。このコーナーではリスナーさんからのインタビューの際、北条先生に聞いてほしいことを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。以上、教えて北条先生のコーナーでした。それではですね、ここで一曲をお届けしたいと思います。これはですね、パパという歌です。いつもね、ママの歌を流すことが多いので、今日はのパパの歌を流したいと思います。鶴野さんでパパ、お聴きください。どうぞ。パパに会わせたい人がいるの、とても優しくて私のこと愛してくれてるの、お届けしている曲は鶴の、これ博士さん、鶴の博士さんかな、博士さん、パパという歌ですね。みやちゃんさんからコメントが来ております。あ、この曲妹の結婚式に父親を泣かそうと妹と歌ったよ。
泣かなかったけどということで、はい。そして喉治らないね、大丈夫、ありがとうございます。もうゆっくり治していきたいと思います。はい、子供がいたらね、子供からいっぱい子供がもらってくるので、ぜひね、あの今妊娠中のお母さんたちも、夏風邪もね流行ってますし、熱中症も流行ってますので、ぜひお気をつけください。もともとはねプリンセスプリンセスの曲ということで、あ、そうなんですね。はい、ということで皆さん、今日は本当にたくさんのコメントメールもありがとうございました。ということで、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックの提供でお送りいたしました。お相手は FM ギノワスタッフのさっこでした。また来週この時間にお会いしましょう。さようなら。